厚く御礼を申し上げます。またキャリア教育の充実発展に尽力し顕著な功績を挙げられ本日各賞を受賞されます団体の皆様におかれましてはそのご功績に対しまして心より敬意を表しお祝いを申し上げます。今日我が国においては少子高齢化社会の到来グローバル化の進展や人工知能などの技術革新等により産業社会構造の変化雇用の多様化流動化等が着々と進む中就職進学を問わず子どもたちの進路をめぐる状況は大きく様変わりしております。また最近の調査では日本の子どもたちの多くは諸外国と比較して学校の学びや進路選択にはっきりとした目的意識を持って取り組めていないということも明らかになってきております。子どもたちに働くことや生きることの大切さをしっかりと気づかせ学校での生活と社会生活の接続を意識させながら社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育むキャリア教育がこれまで以上に重要となってまいります。昨年末に取りまとめさせていただいた次期学習指導要領の改定に向けた中央教育審議会の答申におきましても日常の教科・科目等の学習指導においても自己のキャリア形成の方向性を関連付けながら見通しを持ったり振り返ったりしながら学ぶ主体的・対話的で深い学びを実現するなど教育課程全体を通してキャリア教育を推進するということや各学校が育成を目指す資質能力を共有しながら地域全体で子どもの社会的・職業的自立に向けた基盤を作っていくことなどについての指摘がなされているところでございます。文部科学省といたしましては生徒・児童・生徒の学習意欲をさらに喚起し進路選択に目的意識を持つことの大切さを教えるキャリア教育の一層の推進に取り組んでまいりたいと考えております。本日ここにお集まりの皆様方におかれましても今後とも各地域におけるキャリア教育推進の牽引役となっていただき地域全体で子どもたちの社会的・職業的自立に向けた基盤を作っていただき子どもたち一人一人がそれぞれの個性を生かしながら夢や希望を持って社会に羽ばたき生き生きと活躍できるようさらなるご協力をお願い申し上げ開会のご挨拶をさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして伊藤貞則経済産業省大臣官房参事官よりご挨拶を申し上げます。それではよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました経済産業省人材政策参事官の伊藤でございます。本日は高木陽介経済産業副大臣の皆様へのご挨拶を預かってまいりましたのでご紹介申し上げます。キャリア教育推進シンポジウムの開催にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。さて昨年の新語・流行語大賞にノミネートされました AI 人工知能や IoT ロボットといった第4次産業革命による技術革新は我が国はあらゆる産業や社会生活を変革する勢いで広まりつつあり我が国の就業構造を大きく変えようとしております。また政府が全力を挙げて取り組んでおります働き方改革により我々の働き方も大きく変化しようとしております。こうした中将来を担う若者たちが社会の変化に自律的に対応していくために職業観の土台を育み社会人基礎力の向上に資するキャリア教育はこれまで以上により一層重要となります。経済産業省としましてはとりわけ産業界による教育支援活動を一層促進するべく今年で7度目となるキャリア教育アワードに積極的に取り組んでまいりました。
今回の受賞事例を拝見しますと、体験を通して楽しみながら新しい価値の創造を実感する取り組み、さまざまな大人との関わりから社会に参加する意欲と自信を育む取り組み、また産学官の連携によりインターンシップを推進する取り組みなど様々でありますが、いずれも地域や学校、子ども、若者からのニーズを起点とした産学連携によるキャリア教育のフロントランナーであると言えます。本日のシンポジウムがきっかけとなりまして、学校と地域社会、産業界の連携によります人材育成が一層活発化し、社会の変化に対応して学び、そしてチャレンジし続けられる人材が育つことを期待しております。最後になりますが、本日受賞される皆様が引き続き日本の未来を作る人材育成の先頭に立ち、一層ご活躍されること、そして本日ご参集の皆様のますますのご健勝を記念し、私の挨拶と返させていただきます。経済産業副大臣高木陽介代表でございます。今日はありがとうございます。ありがとうございました。